どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレ、今回ガズモデルの試作品を使っていろいろな曲にまた挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはいいですよ、こちらです。ドン、パイナップルプリンセス。こちらの曲はリロ&スティッチ、ディズニー映画で、これを聞いた方も多いんじゃないかと思うんですけど、もう1960年リリースの、まあ、ハワイアンソングとしてもめちゃくちゃもうな定番のね、もう可愛らしいポップな曲なんです。これをこのちっちゃいクルレでガズレレ流簡単バージョンで奏でていきましょう。入門コード3つです。嬉しいやつですねこれは。はい、この曲もちろんですね、ガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げてるんですけど、もう6年前でしたんで、もう相当これはですね、わかりづらい。なんで今回2021年バージョンとして、めちゃくちゃわかりやすく簡単にさらにかっこよくなって、再登場でお届けしたいと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているゆっくり簡単バージョン。これはウクレレ始めたばっかの人でも弾けるようになってます。ただし、英語でやりますけれども、英語はちょっとね、練習が必要だと思いますけど、やってみてください。後半はかっこいいバージョン。そこはかっこいいリズムなんですよ。これでもウキウキしちゃう。もうね、ノリノリのビートを加えたかっこいいバージョンをやります。2バージョン最後まで、ぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽で聴くのもいいけど、やる方がもっと楽しいの。この今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいけどチャンスがなかったわとか、一回楽器挑戦したんだけど挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができる、プログラムがございます。このプログラム今もう全世界中の方も何十万人と見てご活用していただいております。とにかく簡単なのですぐできる。これがポイント。はい、始めたい方このプログラム、始めたい方このプログラムのリンクを、ここにリンク貼っておきますね。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。 YouTube ですから無料ですよ。はい、ここからですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしている、レッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上も取り上げております。皆さんこれから音楽を聴くからやる気どんどん変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。パイナップルプリンセスガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。 1,2,3,4。
リンセスガズレレディシンプル簡単バージョンやってみました。いや可愛らしくてほっこりする元気になっちゃう曲。これ、ね、歌詞もねクロコダイルとかワニが出てきたりとかもうほんと可愛らしいんですよ。これぜひ和訳もね読んでいただきたいなと思うんですけども、ハワイのこのなんか天気のいい青空の人でなんかこうウキウキ気分、この気分が結構大事ですからね皆さん。はい、歌っていきましょう。で今聞いていただいて分かったと思うんですけど、今のね1番やってサビで2番やってって本当は3番まであるんですけど、2番までやって最後のエンディングに行ったというちょっとショートカットアレンジでやらせてもらいましたんですけども、後半のかっこいいバージョンはなんとフルコーラスでやる予定にしてます。といってもコード進行一緒で歌詞が変わる繰り返しのパターンなんで1個分かっちゃうと比較的簡単だと思うんですけど、まずシンプル簡単バージョンは2番まで、後半のかっこいいバージョンは3番までやるフルコーラスということで、ちょっと認識していただいて、まずは今のシンプル簡単バージョン、シンプル簡単、まずは今のシンプル簡単バージョンガズレレ YouTube と一緒に4つ弾きで、そこから始めましょう。これコードは3つ、さっきも言いましたけど C と F と G7、 これもうめちゃくちゃ簡単コードですから、はい、これを覚えちゃえばこの曲はなんとかできるかもしれないなとは思うんですけど、英語ですからね歌がね、この辺はちょっと皆さん、英語の歌のねキーポイント、ちょっとヒントになる動画があります。ここにちょっとリンク貼っておきますよ。英語の歌チャレンジしてください。ここのね英語の歌かっこよく歌える秘訣のリンクですから、これちょっと見てもらってね、雰囲気ムードモノマネからでいいですからね、やってみましょう。でまずねその今のシンプル簡単バージョンと一緒に合わせてできるのを目標にしてください。今もし一緒に合わせられるようになったらおめでとうございます。それだけでも十分楽しいと思って素晴らしいことです。そしてそこまでいったら次のステップいっちゃいましょう。次のステップは何かというと、今度は YouTube に合わせずにご自身皆さん一人だけで音楽を生み出す、これをやってもらいたいですね。自分でメロディーとリズムと音楽を何にもないところから生み出すっていうのがもう気持ちがいいやつです。その時にですねやっぱ最初のうちは楽譜がやっぱ必要だと思うんですよね。その楽譜を見て何回も練習していずれ覚えちゃってね、本当あのハワイの青空の人でもう海の前でこう歌うとか気持ちがいいと思うんですけど、まずは楽譜で練習しましょう。でも楽譜ってどこにあるんですかと思うかもしれないんですけど、安心してください。今ねちょっとこれ見ていただきたいんですけど、ガズはこのノート、自分でこのノート見て、これパイナップルプリンセス、これパイナップル絵もしっかり描きましたよ。これを見て今演奏したんですけど、もうちょっとしたらこんな風に画面に映してみんなもこんな風に書いてみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今便利なサービス始まってます。これですドン、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かといって、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のパイナップルプリンセスを含むガズが手書きで書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜のストックの中からデータが毎月5曲皆さんのお手元にダウンロードしてすぐに YouTube とこう連動してますからね、練習を開始できるというね画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとねちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがねパソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目はトレーニングです。はい、だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたりもうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね、まあこれ面白い2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんでご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のこともあの概要欄に書いておきますんでチェックしておいてください。はい、それではですね楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版のパイナップルプリンセスですね、まあ、ハワイアンソングとしても有名ですけど、そのリル&ステッチとかでもねまたこうディズニー感もすごいいい感じでございます。はい、でこれイントロなんですけど、ちょっとね今のシンプル簡単バージョンはこの半分にイントロしたんですけど、これかっこいいバージョンはここにねちょっとこれ見て2とか3とかかけて、これフレーズをちょっとね入れます。これかっこいいんでね、ちょっと後の後半のかっこいいバージョンも、見てみてください。でここをこんな感じで曲始まっていくんですけど、あのねちょっと今日ご注目なのは、
ちょっとここまで、ここはサビなんですよね。パイナップルプリンセス、ヒーカーミー。ここがサビなんですけど、この1番、これ A メロというか、1番と2番とか3番があるんですけど、ここの中はちょっとね、スペースの都合上、ワンブロックが、このワンブロックがこのちっちゃくなってますから、そこの表記ちょっと確認しておいてくださいね。この1行が、こういう風にショートカットというかギュウギュウ詰めになってますから、なんでちょっとねそういう都合上ちょっと字もギュウギュウ詰めになってちゃってるんですけど、ちょっとご承知ください。はい、じゃあこれ一時停止で今映しとくんで、一時停止でメモってってください。それかあとはね、デモ演奏中の動画に出ているテロップを書いてもらうのもいいと思います。ガズはですね、この点でリズムを測ってるんで、これすごく参考になると思います。あとは先ほど紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜のデータをそのままお手元にダウンロードが一番、早いかなと思います。ご活用してくださいと。はい、じゃあ一時停止で、ここにちょっと書いてあるんですけど、ここね、サビ何回か繰り返すんですよ。で、ここのちょっとご案内が書いてあるんですけど、ちょっと後で解説しますね。で、まずここ1番ですね。I saw a boy on a fly。 ここら辺1番2行やって、そしたらここ見てください、サビに戻るでしょ。で、サビ2回目にやりますと、そしたら2回目やって、こうやってここ見ると、ちょっと見てもらいたいんですけど、ここで2回目は感想を言ってくださいって書いてある。つまり C と F やったら、この C 行かずにここの感想に行ってもらいたいんですよね。感想4ブロック弾いて、そして今度またここの2番に行くわけですね。2番、はい。で、2番やって、2番のここ見てもサビって書いてあると、またここサビに戻るんですよね。で、2回目こうサビ戻ってきて、この最後の1行なんですけど、ここね、ちょっと4回目は2回繰り返す方あるんですけど、シンプル簡単バージョン、ここ3回目ですね。で、ここの行だけ、2回繰り返してください。そして2回繰り返した後、もうラストに行くんですよ。ラストっていうのは、ここですね、ラスト。で、ここは、ちょっと、Someday we gonna marry and be my pineapple。 これちょっと感じが変わる。これちょっと、ね、この辺はちょっとね、この紙だとややこしいんで、動画のテロップを見ながら、この、見てもらうと、あ、そういうことかって分かるというふうに思います。で、一応、これからやるかっこいいバージョンはですね、2番終わってからまたサビやるでしょ。そしたら、今度また3番やるわけですね。3番をやったら、またここサビって書いてあるから、3番やったら戻ってきて、で、さっきみたいに、一番最後のところのこの行を、2回繰り返してラストに行くという。なんで、この3番をショートカットしたのが今のシンプル簡単バージョンということになっています。ちょっとよくわかんなかったら、動画のテロップを見ながら、あ、そういうことねというふうに確認していただければいいかなと思います。あ、ちょっとこれね、もう一回映しとこうか。この2番とか3番。この辺歌詞がね、これコード進行は一緒ですからね。歌詞が変わっていくだけだから、2番と3番。はい。で、ここがラストね。ここがラスト。ここが、ちょっとこうか。コードの、ね、タイミング変わりますからね。はい、じゃあ出てくるコードご紹介。はい、C と F と G7。これはやばいやつ。もう超入門コードですよ。もう嬉しいやつ。ウクレレを始めようかなと思った初心者の方が、もう一番最初に、ファースト授業で、一番最初の授業で習うやつです。ガズレレでもこの3つが登場します。まあこれですね。ちょっと今日さっと説明すると、C は覚え方。下1本。下の1弦の3番目、下1本、薬指がいいですよ。F は斜めって覚えます。こういうイメージを持ってください。斜めだよ。指立ててくださいよ、F は。はい。で、G7 は、こことこことここの三角形っていうイメージがいいですね。ここの三角形。はい。で、これちょっと見てもらうと C でしょ ?F 押さえますよね。で、G7 ってここの3つだから、ここに下げるよね。じゃ薬指をここに入れたいんですけど、これ狭いでしょ?その時はこの G7 の時はくるっとここ回転させると指が入る。こんなプチ情報をちょっとお知らせしつつ、C と F とひねって G7。この3つのコードだけで演奏できる。嬉しいやつでございます、皆さん。まず演奏だけでもいいんで、最初鼻歌でもいいから。Na na 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 na。 こんなラララでもいいんでね、まずは演奏してみましょう。で、慣れてきたら英語にも挑戦、これがいいと思いますね。はい、じゃあこれからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、今もちょっと言いましたけど、まずはね、気持ちよくリズム乗れるっていうのが大事だと思うんですけど、やっぱ歌のメロディーラインと言葉のタイミング結構大事なんですけど、英語なんでね、まずは英語に挑戦する前にラララとかニャニャニャで言っといて、慣れてきたら英語の歌詞を当てはめていって、もう YouTube でいろんな方がカバーされてるんで、それもモノマネから、はい、なんとなく歌の雰囲気を掴んどいてからかっこいいバージョンをやる方がいいと思います。その辺意識して今やってください。
てください。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。出てくるコードは全く一緒でございます。つまり何が違うかというとリズムなんですけど、今日出てくるリズムがねもう元気になっちゃう、生き生きして元気になっちゃうやつなんですよ。はい、今日のリズムはちょっと2つのリズムの合わせ技という感じなんですけど、はい、これです。ドン8ビートと疾走ビートみたいな感じでちょっと表現しておくんですけど、ルンルンビートっていう表現も入れてもいいのかな。3つのイメージかな。8ビートと疾走ビートとルンルンビート、何が何だか分からないでしょ。これはね口で説明するよりちょっと聞いてください。キシで弾きますよ。ワンツーワンツースリーフォー。これ普通の8ビートとちょっと違うでしょ。普通の8ビートジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャン、はい、今日やるビートはドンダドンダドンダドン。まずねアクセントがドンダドンダンドン後ろにある。これがね疾走ビートというふうに私は言っているんです。疾走ビートっていうのは C を押さえておいてドゥドゥダドゥドゥダドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥっていうガズレレでは言ってるんですけど、あ、ちょっと一応これ今映ってる3つ8ビートと疾走ビートとルンルンビートの、これね、いろんなこの弾き方の解説動画ここにちょっとリンク貼っときます。このリンク先行ってもらうとガズレレのねいろんなリズムの紹介がバーッと並んでるんですけど、そこから8ビートとルンルンビートと疾走ビート濃厚解説レッスン動画が上がってますので見てもらいたいんですけど、ちょっとこれからねもう一回おさらいしますと、疾走ビートっていうのはトゥ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 アクセントだけでリズムを作り出す。トゥトゥタトゥトゥトゥタ、ルンルンビートっていうのはこれがシャッフルのリズムっていうか跳ねるリズムになるとトゥンタン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 トゥンってなるんですけど、8ビートでこのリズムを弾くんですよ。そうするとトゥンタントゥンタントゥンタントゥンタ、ちょっといろいろ言うよりこのリズム聞いてもらった方が分かるでしょ。跳ねてるリズム、モリモリな感じ、はい、このいいイメージでもう最初から最後までもう疾走感満載でこう元気モリモリでいきたいんですよ。ちょっとこれ C で練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ダウン、ダウン、ダウン、体揺らしてよ。ダウン、ダウン、アクセント。ダウン、ダウン、ダウン、ダウン。このリズムでこの曲やってみると思います。かっこいいんだよね、これね。で、気持ちよくなっちゃって、ちょっとリズムがね、速くなりがちなんで、わかるんですけど、ちょっとエンジンブレーキをかけながらという感じで行くのがいいと思います。で、この曲、ほんとシンプルで、途中で止まるとか、途中止まるだけなんですけど、その時に、止まる時に、これカッティングをちょっと入れるとまた味が出てくるかもしれません。A メロの最後とか、1番の一番最後のところからサビに戻るところとかでリズムが止まるところがあるので、そこをやってみます。そうすると、I knew he'd be mine forever more とかからやってみるから、ワン、ツー、スリー。I knew he'd be my forevermore。 今みたいに止まった後に左手で弦に触れて、はい、これカッティングって言うんですね。左手で触るだけ弦、はい、押さえちゃったら音出ちゃいますからね。押さえずに触れるだけ、そこでチャッチャッチャッってやるカッティングを入れて、止まるブレイクのところでこう打楽器的要素を使うとかっこいいと思います。もう一回、I knew he'd be my ですけど、カッ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 、これをやってみましょうと。であとね、イントロと間奏のところでちょっとフレーズが入る。これがちょっと今日一番のキーポイントになります。イントロやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。今の分かった？弦の二三ってやってるんですよね。二三三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 二三三三三三三三二三、これ簡単。一弦の二三ってやるだけです。よく左手見てて。はい、これワンフレーズ。ここが唯一。キーポイントといえばキーポイントですね。あとはやっぱりこの曲はもう本当に小気味よく元気もりもりもキャッキャいう感じの楽しい感じが
出せるといいと思います。体を揺らすのが相当のポイントになります。リズム跳ねてるシャッフルですから、ドゥンダウ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 ン、もうノリノリで柔らかく手首も体も柔らかく使って、この楽しい感じ出していきましょう。この曲はですね、皆さんも歌ってみたらわかると思うんですけど、歌詞の中にウクレレって言葉がたくさん出てくるんですよね。もうウクレレで弾くのにふさわしいと思いますよ。もうリロ&スティッチの世界を描くもよし、ハワイの、あの雄大なハワイを楽しく過ごして、あれを描くのもよし、とにかくこれは楽しい曲ですから、もうちょっとで夏、ね、それまでにこうマスターして、楽しく弾けるようになっておきましょう。それではやっていきましょう。パイナッププリンセスガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる !1、2、1、2、3、4! このふんわり感、ふんわりしてんだけど、ちょっとウキウキキャッキャーみたいな、楽しいみたいな、そんなムードが出せると最高だと思います。体を揺らしてですね、体からリズムをこう生み出していく、はい、英語っつうのがちょっと難しいんですけどね。まあでもこういう曲で英語を練習して、あの英語曲入門にもこの曲はあのいいかもしれませんで、言葉のねこのタイミングとかもあの結構面白いんでね、ちょっと取り組んでみてください。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使って、こう、中でね、こう動くの防止、あの、防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本。リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもう大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、
これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんでチェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいねグッズがあります。この使ってる、ストラップだとかキャップ T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。